はい、こんにちは、つっちーです、今日はですね、こちらの F56 クーパー S のマフラーカッターを交換しますので、そちらの作業の様子をご紹介させていただきたいと思います。で、交換するマフラーカッターが、こちらですね、ジョン・クーパーワークスプロ、日本未導入の、オプションですね、オプションマフラーのマフラーカッターです。で、本来、純正のクーパー S 純正マフラーの、型ではないんですけれども、一応パイプ系がほぼ一緒なんで、まあ、流用が可能です。なので今回こちらの、マフラーカッターを取り付けていきます。それでは早速作業を進めていきます。はい、まず純正のカッターを取り外していきます。で、こちらははまってるだけなんで、まあ、叩いて、取り外す感じになります。で、その場合に使うのがこちらですね、プラスチックハンマー、通称プラハンです。で、まあ、普通の金槌なんかでやる場合は傷になっちゃいますんで、まあ、当て物をしてもらったりして叩いてもらえば取れます。早速取り外します。はい、で、純正はこんな感じで見えるかな、中に、5箇所ですかね、スプリングが入ってグッと押し込まれてる感じなんで、まあ、裏側から叩いてもらえば取り外しができます。で、新しいものを取り付けていきます。はい、で、取り付ける、ジョン・クーパーワークスのマフラーカッターはこちら、イモネジになってますので、一旦緩めてもらって差し込んで締めてもらえば OK です。で、これ締める場合に締めすぎに注意してください。締めすぎちゃうと、パイプが変形しちゃう場合がありますので、まあ本当に少し締まっていれば外れません。一応こんな感じで作業完了です。Are you listening? お問い合わせください。土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。